い、皆さん、안녕하세요. コンコン TV です。今日は韓国の料理でカムジャタン、カムジャタンを俺から作ろうと思っております。韓国ではカムジャタンを家で作るよりお店で食べることが多いですね。でも現在ウイルスでなかなか韓国に来れない方も多いので、家で美味しく韓国の本場のお店に負けない美味しいレシピを皆さんに紹介しようと思っております。それで一番重要な材料は豚の背骨ですね。それでネットでも簡単に買えますが、買えない方は豚のスペアリブを使っても美味しく作れますよ。ネットで豚の背骨を買うときは必ず評価を見て、肉がたくさんついているかついてないか確認してくださいね。お店によっても肉が少ないところもありますからね。それで一緒に作りに行きましょう。レッツゴー。ネットで買った背骨3キロを使います。肉がたっぷりついてますね。骨を機械で切ってるので水でちゃんと洗ってくださいね。白菜の外側の緑の葉を使います。韓国ではウゴジって言いますね。 5,6 枚使います。もちろん内側の白い葉も大丈夫ですよ。エゴマの葉10枚ぐらい使います。皆さんの好みで調節してくださいね。半分に切った皮をむいたじゃがいも3個、玉ねぎ2個をこのぐらいで切ります。長ネギ2本ざっくり切ります。エゴマの粉、これはカムジャタンに必ず必要ですよ。日本のネットでも買えますからね。ちなみにエゴマの実を砕いたものなんです。日本ではあまりに食べませんが、韓国では人気の食材です。刻みに肉と粗めの粉唐辛子を使います。あと料理酒、味噌ですね。僕は韓国の味噌を使いますが、日本の合わせ味噌でも大丈夫ですよ。エビの塩辛と塩で味を調節します。背骨を水に3時間ぐらいつけておいて血を洗います。3時間経ったので水を流して洗ってくださいね。水3リッターを入れて煮込んでください。まずこのまま強火で煮込んで、上に上がったアクをちゃんと取ってください。下茹でする方法もありますが、下茹でしなくてもちゃんとアクを取れば臭みはありませんよ。アクを取れたら味噌大さじ3を入れてください。刻みにんにく大さじ1、粗めの粉唐辛子大さじ4、コショウは少々入れてください。料理酒100ミリを入れてください。蓋を閉じて中弱火で1時間煮込んでください。その間味付けのおかずを作りましょう。水が沸いてきたら取っておいた葉を入れて2分間茹でてください。冷たい水で洗います。ちゃんと水を切ります。白菜を手でちぎります。粗めの粉唐辛子大さじ 1.5、 味噌大さじ1、刻みにんにく大さじ1/2、エゴマの粉大さじ2入れてください。
1時間経ったので肉を取り出します。この肉は1回で食べる量ではないので、今日食べる分残して残りの骨は冷蔵庫で保管しましょう。これからスープを作ります。このスープも多めに作っておいて、また食べる時に骨だけ入れて温めて食べてくださいね。水2リッターを追加します。用意した材料全部入れます。味付けした白菜も入れてください。中火で40分間じっくり煮込んでください。火を止める10分前に塩とエビの塩辛で味を調節してください。ではまた鍋で煮込んで食べるので少し薄めでしてください。エゴマの粉大さじ3、カムジャタにはエゴマの粉をたくさん入れるともっとコクが出るので多めに入れることをおすすめします。家庭によって火力は違うので皆さん味見しながら調節してね。はい、皆さんいかがでしたか。カムジャタン、はい、本当に美味しいですよね。やっぱり最後の締めはラーメン、またはボクンバップですよね。皆さんはどっちが好きですか。この動画が参考になった方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次のレシピも楽しみにしてください。とまなよ、コンコン。